こんにちは。エバコナエデュケーションの校長のマクリーンエリコです。今日は少しエバコナエデュケーションについてお話ししましょう。エバコナエデュケーションはニュージーランドの北島のコロマンデル半島という大変風光明媚なところにあるピティアンガ、テイムズという2つの町にキャンパスを持っています。そして、2001年から英語を教える学校としてスタートしたんですが、私たちが特にここでお話したいのは語学コースと同時に行われているユニークな高校入学準備コースについてお話したいと思います。ニュージーランドの高校というのは最後の3年間高1、高2、高3で NCEA と言われる国家試験の単位を取ることになっています。私はエバコナを始める前に現地の高校で10年以上教鞭を取っていたんですが、その時に留学生を観察していて、やはり直接国外からニュージーランドの高校に入ることがその NCA を取るということによっては大変困難であるということをつぶさに見てまいりました。それでエバコナでは高校準備コースで高1の NCA を取得する、そして2年目から現地の高校に入って高2、高3と進みニュージーランドの大学を目指すというコースを設定しました。以来毎年たくさんの日本人の高校生が留学してきて、このエバコナの高1を修了し高2、高3と現地の高校に移り、そして大学、ニュージーランドの大学、またカナダの大学、アメリカの大学、オーストラリアの大学、そして日本の大学とそれぞれがそれぞれの道に進んでいっています。エバコナが常に目指しているのは一人一人が成功する留学です。このエバコナのユニークな高校準備コースをどうか体験してみてください。